アイラ・レムセン、アイラ・レムセンはアメリカ合衆国の科学者でコンスタンチン・ファールバーグと共に人工肝味料のサッカリンを発明した。ジョーンズ・ホップキンス大学第2大学長である。ニューヨークで生まれ1867年にコロンビア大学で医学博士となった。その後ドイツに留学して科学を学び1870年に ゲッティンゲン大学で博士号を得た。1875年、中ンゲン大学で純粋科学を研究した後、アメリカに戻って、ウィリアムズ大学の教授になり、ティーレティコルケミストリーを表した。この本が、ダニエル・コイット・ギルマンの目に留まり、ジョンズ・ホプキンス大学に招かれて、科学部門を設立した。1879年には、米国科学開始を創刊し、 35年間にわたって編集を務めた。1879年、彼は偶然にも自身のキャリアで最大の発見をした。コールタールの誘導体について何日も研究室で研究を行った後、食事でロールパンを食べている時、彼はロールパンを最初は甘いと思っていたが、そのうち苦く感じるようになった。妻は同じロールパンに、 味の異常を感じなかったため、レムセンは自分の指を舐めてみると、この苦い味の物質は研究室の化学薬品に由来していることに気づいた。翌日、彼は研究室で前日扱った物質の味を確かめ、前夜苦い味がしたのは、王、トルゲンスルホンアミドの酸化物であったことを突き止めた。彼はこの物質をサッカリンと名付け、 共同研究者のコンスタンチン・ファールバーグと共に1880年に論文を発表した。しかし後にファールバーグが無断で特許を取得し、これを知ったレムセンは激怒した。1901年、ジョンズ・ホプキンス大学の学長に指名され、ドイツで学んだ多くの研究技術を導入し、何冊かの重要な科学の教科書を書いた。 ジョンズ・ホプキンス大学での教え子の一人に、下村光太郎がいる。1912年に退職し、カリフォルニア州カーメルに引退した。死後、ジョンズ・ホプキンス大学の科学部の新しい建物は、彼にちなんで、レムセンホールと命名された。遺界は、レムセンホールの額の裏側に収められ、学内に埋葬された唯一の人物となった。この額を、 科学の試験の前の夜に磨くといい点数が取れるという伝説がある。1901年から1925年にかけて住んでいたボルチモアのテラスハウスはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、1975年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に認定された。アメリカ科学会から1914年にウィラード・ギブズ賞。 1923年に第1回のプリーストリー賞を受賞した。ありがとうございます。